はい、こんにちは、きよしです。今日はですね、旅じゃないんですね。はい、今こちらですね、自宅のベランダにいます。自宅のベランダで何してるかっていうと、こちらこちら、お肉焼いてますね。いやー、いいっすよね。まあ、ちょっとね、今日はちょっと旅なしで、今後の予定なんかを皆さんに少しお話しできればいいかなと思ってますね。あ、くっついちゃった。失敗してますね。はい、川が大事な川が、はい、こちらですね。まあ、ちょっと焼きながらになるんですけど、よいしょよいしょ、いいですね。今後の予定ですね、旅の予定なんかお話ししようと思うんですけども、まずマレーシア国内ですね、国内の旅行については、まあ、引き続き今までと同じようにバイク旅とかですね、バスとか飛行機で旅行しつつ、あとね、まあ、この今お肉焼いているこういった、まあ、キャンプ用品ですね、キャンプ用品を集めつつ、ちょっとキャンプなんかもしていこうかなと思ってます。はい、まあ、そういった新しい動きですね、入れつつ、まあ、ちょっとね、旅日を続けていこうと思います。あと、そうですね、以前からベトナムで一緒に旅をしていた母さんですね、こちらはですね、今後はちょっと一緒に旅をできなくなってしまいましたね。まあ、ちょっと理由についてはちょっといろいろありまして、男と女のラブゲームなんですよね。はい、まあ、ちょっといろいろあったんでですね、ちょっと一緒に旅できなくなってしまいました。はい、それと、まあまあ、引き続きですね、まあ、ちょっとそういう関係ではなく、なんか一緒にね、旅したりとかね、撮影してくれるっていう人がいれば、また一緒に2人が旅することあると思います。はい、それからですね、すごい油が出るんですごいですね。なるほどね。すごい。よし。よし。それからですね、国外の旅行ですね。国外の旅行は、まあ、ちょっとハーさんとそういうことがあったっていうわけじゃなくて、まあ、ベトナムもね、ちょっと回り尽くしてるんで、ベトナムはやや少なくなるのかなと思います。はい。で、あと、まあ、ベトナムはベトナム北部ですね。北部の方がまだ回ってないんで、北部。と、あと、やっぱりですね、今後はちょっと以前から回りたかったインドネシアですね、インドネシアの方をちょっと回りたいなと思ってます。別にね、そっちの方でなんかラブゲームがあったってわけじゃなくて、はい、単純にもう遺跡とかそういったのが、まあ、興味が深いかなと思います。あと、マレーシアにいるんで、タイですね、タイも近いんで、タイにも行こうかなと思ってます。はい、こちらもう年内ですね、何回か行きたいと思います。で、それにまあ加えてフィリピンとか、まあ、そういったとこも行ければいいかなと思っておりますね。はい、そうですね、まあ、引き続きこういう形にはなりますね。はい、楽しみです。まあ、特にね、さっきからちょっと話してたキャンプですね、キャンプの方ちょっと楽しみですね。ね、いろいろやりたかったんですけどね、まあ、私のね、私双子なんですけど、双子の弟がですね、やっぱりキャンプマニアなんで、まあ、そこからね、いろいろ情報もらいつつできればいいかなと思ってますね。はい、うん、まあ、そういったところです。あとね、ちょっとね、仕事が忙しくなってきてるんで、更新の方がですね、もしかしたら週1にまた戻るのかなと思います。そこはもう今までの
ね、流れ3つでやっていくかと思うんで、すいません、ちょっとまあ更新で取った分だけ出すって形でですね、ご理解いただければと思います。あ、いい匂いだね、すごいいいっすよね、皆さんね、まあ、マレーシアにいる方がほとんど似てると思ってる、ね、いいっすよね、こういった形でね、マレーシアっていろいろ楽しめるんでいいっすよね、はい、ベランダでこのね、肉焼いてる日本人っていうのは少ないと思うんですけど、はい、あ、いい匂い、やべ、ちょっとさね、写真を撮りますから、はい、またね、写真撮るっていうよりはインスタとかもあるんで、まあ、よかったらね、そっちも見ていただければと思いますね。このね、今撮ってもピクセル 7A めっちゃいいんですよね、まあ画質もいいですし、ボケ具合とかもいいんですよね、画質もね、ね、ラザベで買いました、私何でもラザベなんで、ラザベで何でも買う人ですね、はい、いやー、もうちょっとで焼ける、あ、なかなかね、表面焼けて中まで、なかなか中まで火が通るの難しいんですね、このポリミックって、待ちます、だけど待ちます、火が通るのね、ひっくり返しない、マレーシアってだけど、こう鶏肉ってギューッと押して全部油を出しちゃうんですよね、あれがね、ちょっとね、私的には合わない、ね、やっぱこのプルプルってしたけど食感を残したの方が好きっすね、やっぱね、うん、おいしい、わかるんですよ、お腹壊しちゃうんでね、カンピロバクターでしたっけね、でお腹壊しちゃうんで皆さん不安なとこだと思うんですけどね、よし、ちょっとこの端っこをちょっといただきますね、いただきます、うまい、これをね、砂浜とかで焼いて食べるんですよ、今後は、まあ、場所ももう大体決めてるんで、そこでやりつつも道具を揃えていくっていうね、風にしていくんですけども、あとね、今後の動きとしては車もレンタルして、その、まあ、キャンプ用品が集まってきたらですね、そのテントとか自分で揃えた後に、まあ、車、まあ、どうしてもバイクだと荷物の限界があるんで、車っていうのもいいのかなと思います。あと泊まるのもね、やっぱりそのテント張ってそこに泊まると、マレーシアの場合ね、まあ、結構いろいろ見てきたんですけども、オオトカゲとかヘビ結構出るんですよ、だからめちゃくちゃ怖いんですよね、そこはね、だから泊まるのはホテルとかね、そういったキャンプ施設だとか、あと、まあ、車の中かなと思っておりますね、まあ、それをね、まあ、一つの例として、あ、こんなおっさんいるなって形で楽しんでいただければいいかなと思いますけどね、結構ね、マレーシアの方もね、キャンプ好きでいろんな場所でやられてるのを見てるんですよね、なんでね、逆に参考にしつつ、参考にされながらっていう形で楽しめればいいかなと思っております。だいぶ焼けてきたっすよ、ね、今日はお肉が焼けるまでのトークの、はい、トークになるんで、あ、もうすぐ終わりっすね、これ、いいよ、いいね、これ、でもね、これでその近くの、まあ、なんかスーパーがあるんですよね、安いスーパーがあるんですけど、そこで 4.5 ぐらいだったんですかね、この桃みで、めちゃくちゃ安いっすよね、はあ、まあでもね、その経済飯屋行ってもその 5.5 とかでこの鶏肉つけれるんじゃないですか、だから本当に経済飯屋とかっていうのはやっぱりね、薄利多売でやってるんだなと思いますよね、だからね、私の場合なんだ
内装費が、内装がこういう感じでとか、スタッフ教育がとか、ね、ブレンディングがというとこは大嫌いで、はい、そういうとこね、やっぱり食への追求っていうのはないと思うん で、ほとんどがね、そういう店って、オーナーがご飯作ってないんですよ、自分で。ね、バイトが作ったりしてる店がとかなんで、本当に美味しいのかっていうところはちょっと疑問ですよね。そういうところはね。はい。何が話してたか分かんないですけど。よし。それではね、焼けたので、いただきたいと思います。よいしょ。いや、いい感じ。それでは、いただきまーす。熱いっすよ、これ。めっちゃうまい。ね、このコンロ一つ持っていけばこういった楽しみもあるし、まあ地元のね弁当買いつつこれ持ってって肉焼いてもいいし、今回のね魚焼いてもいいし、網を別のものに変えればね、サテとかも焼けるんですよ。これなかなか優れものです。はい、めっちゃうまい。またこうやってね、ベランダで料理してもいいですね。みんな、また自分で鶏肉食べたくなったら、俺もいいかもしれない、自分で。うまいね。またね、レストランなんかもね、更新していきますので、それはブログだけの更新しようかなと思います。しばらくね、YouTube とかでも更新してたんですけど、ショートで更新してたんですけど、ちょっとね、うるさいですよね、毎日更新されるとね。なんで、ブログだけでします。はい。そうですね。そっちの素材って結構溜まってるんですよ、実はね。あれでいないのでいけないんですけど、はい。食べ物なんかもやっぱりね。あんまりなんか減ったっすよね、食べ物扱う YouTube ってね。なんかレポーターみたいな YouTube が増えて、そういった食べ物系ってないっすよね。なんでだろう、みんなやっぱり食べてないのかな。めちゃくちゃうまい。それではですね、こちらでが当面の旅の予定のお話でしたね。はい。まだね、ちょっとまだ日スケジュールがちょっと仕事のスケジュールが忙しくて、来週以降どこ行くっていうのは決まってるんですけど、いつ行くっていうのがですね決まってないんですよね。休みがね不安定なんで、まだ飛行機のチケットとか取ってないんですけど、次回はインドネシアを予定してます。はい。で、それからマレーシア国内もいろいろ予定はしてるんですけども、それもどうなるのかな。道具の集まり方次第だと思うんですけど、ちょっと日本からね、
日本で日本から買ってるやつとかもあるんで、うん、どういった感じになるのかまだわからないですね。そのまあ届くタイミングとかによって変わるですね。はい、楽しみです。あとね、どういったものが見たいっていうのがあればですね、まあちょっとコメント欄に書いていただくと、まあ、できるのがあればまたしたいとは思うんですけども、まあね、極力まあそういうレポート的なやつですかね、なんか盆踊りがありましたとかそういったのは別の方にお任せして、やっぱり私のこのチャンネルっていうのは旅をメインにやっていければなと思います。はい、あとまあアジアですね、アジア、大きく言ってアジア、うん、にを中心に行ければなと、いいかなと思います。はい、だってね、結局そのマレーシアにいる方、その在住がこう長い方っていう風に喜んでいただくっていうのが一番こう嬉しいんですけども、日本人ですねとかも、あとマレーシアに住んでいる現地の人とかに喜んでもらえるのがいいなと思うんですよ。はい、なんですけども、そこでね、やっぱり楽しいってなると、マレーシアだけじゃなくて、マレーシアの周りの国への旅行っていうのも欠かせないんですよね。はい、自分も行ってますし、でそこを何か動画にしないっていうのももったいないですしね。はい、なんで、まあ、ちょっと必要範囲は広く持ってるんですよね。あの、なぜかっていうと最終的に中国に行きたいんで、はい、ね、中国に行きたいですね。はい、なんで、まあ、ちょっとそこもね、だから今後だからインドネシアとかタイとか行くんですけども、まあ、そこも欲としてはね、行ければ中国とかにも行ければいいかなと思っております。はい、まあ、ずるずると話しちゃいましたけど、またね、何かありましたらね、動画にしたいと思います。はい、いや、鶏肉めちゃくちゃ美味しかった。サクッと食べちゃいましたね。ベランダでこういった形で楽しむのも一ついいかと思います。またね、旅動画続けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。失礼します。